ここまでたどり着いたか。なかなかしぶとい女だ。貴様だな。我らの左腕を潰したのは。右腕の男。ご登場ね。待っていたわ。この男は。よくもやってくれたじゃないか。左腕は我らの組織網を握っていた。そして私は資金と権力を。両腕を合わせてうまく機能していたものを。大きな損害を被ったぞ。あらそう。私はカラスを駆除しているだけですもの。忌まわしいカラスをね。なるほど。肝の据わった女だ。おや、客人がもう一人。見覚えのある顔だ。わしもしっかり覚えておる。プリムロゼ殿、この男はジェフリーが殺され姿を消した。元自警団団長アルバス・エルメロだ。いかにも。読めてきたぞ。ジェフリーを撃ったのは貴様だな。その見返りとして黒妖怪の重役に鞍替えした。そうだ、アルバス元団長。いい推理だ、元副団長。ジェフリー・エゼロアートの生前、この町はすでに腐っていた。黒妖怪の力がエゼルアート家を上回ろうとしていた。私は勝ち馬に乗った。それだけだ。エゼルアート家のお嬢さん、君の父親は殺される日まで平和を語っていたよ。町を守り抜くのが私の信念だとかどうとか。今やエゼルアート家は跡形もない。あるのは墓だけ。愚かな領主もいたものだ。貴様、この子に及んでジェフリーを愚弄するか。やめて。プリムロゼ殿、何を。喋るのはやめて。一刻も早く。あの男の息吹を止めるわ。いい目だ。父親も死に際に同じ目をしていた。私はアールバス、カラスの右腕を担う者。さあ来るがいい、プリムロゼ・エゼルアート。父親と同じ結末にしてやる。悪くない舞台じゃない。どう動く。足を止めさせてもらう。踊ろうかしら。クジャクの舞。
さてと、マレフィックよ、向かって。さあ、タンクともいい。ロングレアーグッズ。どう動く？狛犬だ。ぜ。精神よ、みなぎる力を。よろしくね。やってやるぜ。彗星よ、示せ急所を。行くわね、タンク君はいい。ロングレアーグッズ。ごめんね、素人さんと踊らないの。これであと一人。手強い男だった。やりましたな、プリムロゼ殿。シメオ、やあプリムロゼ。どうしてここに？ああ、それはね、君に大切なことを伝えに。君はずっと探していたんだろう？このカラスを。カラスの。いつ。どうして。ごめんね、プリムロゼ。僕がカラスの首筋。10年前、君の父親を殺した男さ。ああ、いい。今の表情、とても良かったよ、プリムロゼ。半生をかけて探した仇は、かつて愛した男だった。か。絶望に打ちのめされた顔だったね。君の悲劇見せてもらった。プリムロゼ殿。
リムローゼ殿。シメオ、ん？ねえ。ああ。よかった。ですが、わかりました。ではどうか。ありがとうございます。